2008年1月16日、菊も角での防災カフェイン熱海にて、防災担当大臣、泉信也と2008年1月16日、菊も角での防災カフェイン熱海にて、斉藤久志3月17日隊は、日本の政治家。静岡県熱海市長。国土庁職員、岩国哲と衆議院議員、東松健造参院議員秘書を経て2006年から、現職。 東京都生まれ。1985年3月、東京工業大学工学部土木工学科卒業。1988年3月、東京工業大学大学院修士課程土木、工学専攻修了。同年4月に国土庁に入庁。1995年5月、米国留区大学大学院経営学修士課程、修了。 2001年1月学校法人、シゲル系学園に勤務する。2004年2月、衆議院議員の政策担当秘書となる。同年12月に、参議院議員の政策担当秘書となる。2006年9月10日執行の熱海市長選挙に、無所属で出馬。4選を目指す現職の川口一を、プロレスラーアントニオチョキの実刑の猪木飼い守ら3人の候補者を破り。 初当選を果たす。2010年9月12日執行の市長選において再選。2014年9月7日執行の市長選において参選。2018年9月9日執行の市長選は、1週間前までに他の候補者が立候補しなかったため、無投票当選で4選。2019年5月16日、静岡、愛知、岐阜。 三重の四県の市長で構成される東海市長会の会長に選出。好きな言葉は挑戦、夢、ベンチャー、開拓者精神である。好きな著書は細川森弘、岩国哲人著、ひなの論理、ピータードラッカー著、ネクストソサイティである。家族は妻がいる。人生で最も影響を受けたことは大学3年の書き実習で、 旧社会主義体制のチェコスロバキアに行ったことである。40人のヨーロッパの学生たちと寮生活を送り、大きなカルチャーショックを受けた。同時に、社会は自らの手で変えることができると感じたという。2020年1月、日本共産党第28回大会の来賓挨拶で、斉藤は常に市民、生活者の視点を持っている。 日本共産党の役割には大きなものがある。今後とも市民、生活者の視点を持った揺るぎない政党としてその力を発揮していただきたいと考えていると述べている。ありがとうございます。